あなたさっきから一言も喋ってないけどやる気あるんですか。あもうペッタってペッてちょっと待ってよこれ。オッケー。どうもマックス鈴木でございます。本日は茨城県の古河市にございます、こちら文福飯店さんに来てるんですけれども、っていうかね今回侍なんですよ。で文福さんに今来てるんですけど、なんか侍クルーに来てくださいって言われて来たんで、まあ来たって感じなんですけど、フラフラしますけど何ですか今日あなた。とりあえずなんか適当にオープニング撮ってくれればいいねみたいなこと言ってるけど何ですか。っていうかちょっと待って、カメラさんちょっと抜いてください。謎のさ怪しい女のサングラスしてんだよこの人急に。でですね、本日はまあ文福飯店さんってことなのでトシちゃんにお世話になると思うんですけれども、なんかちょっと小川ゆまがニタニタ笑ってんすよね今日。まさかなんか俺はめられる系な。いや別にはめるっていうのはないですよ。ないはめるっていう感じじゃないですけど、でもね美味しい料理いっぱいあるんで、今日はなんか今日はグルメ会になったらいいなっていう気持ちはすごく。いやないない、いやグルメ会ぐらいのノリでここまで連れてきませんよ絶対。ここ集合でなんて言われないから、絶対に今日なんかあるとしか俺は思ってない。あなたさっきから一言も喋ってないけどやる気あるんですか。はい、あります。ちょっとあなたね、ニューエラの帽子ちっちゃいんだよ、ちょっとサイズが。頭ちっちゃくして入れ直します。なんかあれだね、このノリ久々だしちょっとこなれてきた感もあっていいっすね。あの今年初っすよね。外は初ですね。あ、初ですよ侍の初、はい、あ、初、はい、これいつ頃放送になるんですか。明日、はい、いやおかしいでしょ鬼の編集かまさなきゃ無理じゃん。圧倒だね。そんなに今日簡単な撮影なの明日できるって。あもうペッタってペッて。はい、というわけで何やらよく分かりませんが、この方が茨城県古河市に住む妖怪ことトシちゃんでございますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにあのトシちゃんね、あの文福飯店のこのあれですよ、スタンプもあるんでよかったら皆さん買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トシちゃん、なんか僕今日内容わからないまま連れてこられたんですけども。大丈夫です、原点回帰ですから。原点回帰、はい、原点回帰です。原点回帰、回避です。原点回避、はい、原点回避です。原点回避、はい。まあじゃあそんな感じで、はい、今日の侍行ってみたいと思います。原点回避、まあいいんじゃないですか、詳しいこと後で確かめれば。ちょっとさ、こなれてきたプラスさ、ちょっと俺に対する扱いかなり乱雑になってきたよね。あの男なんか見て、ほらいきなり出てボン携帯してんの、ほらこいつ。ごちそうさまでーす。ちょっと待ってよこれ、原点回帰ってそういうこと。あ、ここで持ってればいいです、開けるよ。いやまだ、あれマックさん、どうしたの。この中に1升食べたよね。今日は3升食べてってもらう。ちょっと待って、開くよ。ヤンボーマンボー天気予報バクーナナンバーバクーナナンバーバクーナナンバー2人合わせてヤンバーだ、ニコもとってヤンボーだ。そんなおいしそう、あんなあんなあんな、これオッケーって言うまで止まらない。オッケー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 、いいんですか。はい、大丈夫ですか、こんなもんで。はいはい。いやオッケーオッケー、トシはオッケーオッケーオッケー、大丈夫、オッケーだ、オッケーだから、ごめんなさい。トシはオッケー、マクさん2回聞いちゃった、ごめんなさい。オッケーオッケー、あオッケー、ありがとうございます。オッケー、え、だからオッケーなっつうの、これオッケーなっつうの。何これマジ原点回帰です、はい、今回は
これだってあれだよ、米だけで3種10キロあるよこれ。これマジでやんの？え、侍どうした急に。いや、なんか前回来られた時になんか一升の麻婆ご飯とカリオッサロを多分食べられたと思うんですけど、はい、まあ、なんかまだ余裕があるって言って。確かに、全然余裕はあるとって帰られたっていうお話をトッシャーからお伺いして、ぜひリベンジしたいっていうのを伺ったので、今回それを実現させるべく文福飯店さんに来ていただいて、原点に戻ろうということでエクスタシー麻婆丼を特別に作っていただきました。じゃあそんな感じで本当にドロッとしてやんなくていいんですか？あ、まあまあ、でもそこはもうお任せします。やっちゃってもいいです。ドロッとやっちゃってこぼれてもいいです。こぼれるくらい、はい、全然お任せします。なんか多分僕らがどの子のより愛情って、そうですよ、こぼれるものですもんね、はい、こぼれるものですし、そうですよね、はい、わかりました。受け止める側が来るので、そうですよね、はい、愛情こぼしていただけたら。わかりました。前回は一生一生です。一生とカリオストロ、カリオストロ食べた、ええ、で全然まだまだまだ食えるって言うんで余裕だと、うん、なんで焼きそば食ってきてたらいいですって言って。マジでこれすごい量だよ。いや、分かった。しかもこれ確実に俺一人じゃ無理だよ。いや、それ分かってます。もちろん残すために食べるわけではない。で今回は強力な助っ人用意します。協力をつけてもらいました。はい、まあ、いいですか、言っちゃって、うん、じゃあ、お願いします。今回は一緒に戦ってくれるケンスケ君です。ケンスケさん、よろしく。違う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 でしょ。いやいや、あの、ケンちゃんなのは分かるけど、これは多分、リアルに俺ぐらい食う人があと2人か、そんぐらいだときついのよ。そんなきついんですか？3勝だよ。10キロぐらいじゃないですか？10キロぐらいじゃないですか？なんか好きになりましたね。なんか勢いなくなったなぁと思って、原点回でもやっぱこういうとこだと思うんですよね、ちょっとって思うじゃん。今のは世を忍ぶ仮の姿だからよろしく。マジでこんぐらいマジで楽勝でしょ。で、ね、いっちゃうわ。ケイちゃん、あ、なんか違うの、この辺食ってていいよ。あ、今日俺だけ、俺のものだけだから。俺ちなみにトシさんが制限時間30分でいきました。まあ余裕で、まあ15分で3分の2片付けるわ。で15分で3分の1片付けるわ。まあ、千秋肉踊る戦い最近してないなと。ただね、はい、まあ戦いまでいかないかな。まあ昼飯嫌いじゃない。うん、まあ、なんかあのトシさんがよかったら僕らも食べてくださいってことだったので、なんか余裕そうだったらちょっと味見してもいいですか、僕らも隣に。あ、まあいいよいいよ。いいですかいいですか。味見したいよね。やっぱね、ちょっと食べしたいでしょ。いいよいいよ、ガンガンしていい、味見はしていい。あとなんかこの時期取り分けきついんで、まあある程度取り分けて持っていくスタイルでいいですかね。そしたらこれだけいかじゃと、もうここに置いといてみたいな。でも一人で手つけちゃったら僕らも手つけられないんで。あ、そうだね。そしたらもうあれですよ、あ、しょうがない、一人で行くみたいな感じ。やっぱ一人で食べれるけど、食べたいけど、今日は侍でエンジョイって言ってたもんね。そうですね。じゃあまあしょうがない。じゃあみんなで楽しく食べようか。そうですね。じゃあそういう感じで。はい。はい、わかりました。いや、おかしくねえか、普通に。おかしいだろ。おかしいだろ。騙されねえよ。あ、これは、あとで、ちょっと動画を見てから確認してください。トシちゃんと僕らのエピソードがあるんで。はい。はい、ここに至るまで、さっき説明した経緯がある。結局、はめてるよね、俺が。はめてはないっすよ。え？前回勝ったからリベンジなんですか？うまいように憎められてるな。まあ、でも食べるしかないよ、もう。あるんだから。じゃあみんなで食べるって感じですか？そうですね。じゃあのレッツイートお願いします。あのいつものレッツイートみたいなやつ。レッツー1 2 1って何ですか？いや、もういただき合わせて食べてください。じゃあトップバッターは吉高さんってことですね。はい、まあ、じゃあ食べましょう。食べましょう。じゃあせーの、いただきます。いただきます。絶対バトルだよね今回これ。まあでもうまいからね。うまい。うん、またこのお肉もうまいですな。このポークソテー、ケスコお腹空いたらいつでも行ってんの。ダメだったよ君たちね。あのね、スタンスがもうバトルだからバレてる。エンジョイじゃないよ。いや、でも俺ら結構行きの車の会話違いますよ。何か空腹のまんま行くと意外と食えないから、ちょっと食ってから行った方が食えるのかな。で、食べなかった。食べてない食べてない、意味ないじゃん。でも知ってるんですよ、なんかやると。で、なんかね、某テレビ番組のあの収録にね、鈴木さんと一緒に行った時に、はい、なんか本当に美味しそうなロケ弁が置いてあるの、はい、と。でもこれから食べるから食べちゃいけないわけじゃない。はい、みんなこうフードファイターになっちゃって食べたいのに我慢してんだけど、
何もなかったかの顔して普通に食べてるのよ。大丈夫なんですかとあなたこれから食べるのに食べてって言ったら、こういうのはアップと一緒だからちょっと食べとかなきゃダメなんだよって言ってなんかナポリタンがなんかよくわかんないお弁当ポップルブルブルってなんか食べて、でいざ本番迎えて惨敗いやなんか百戦メンバーすげえなと思ってよか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 よ、そういう時もある。え、でもやっぱ違うんすか、その食べる前に少し例えばヨーグルトを入れとくとか、なんか乳酸菌飲料なんかとかルーティンみたいなある人いるじゃないですか、たまに。大会だとそれがより健康で、へぇー、ルーティンとかですか、ルーティンとかですか。いつも食べてる朝ごはんは食べる、食パン2枚トーストみたいな。甘いっすか、はい、うん、もう決まってる、にまたでっていうのは、あと R1、 あーそパワーパワーですね。そう、パワー、朝そのルーティンは絶対崩せない、大会とも関係ない。でも大会のゴング開始が1時間ほどでもそれは絶対関係ない、うまい、米マジでうまい。まあね、この際だからね、サムラクルみんないるし、なんなら今演者で出てるから、でも皆さんに聞くけど、サムライは今後どういう方向に向かっていくんですか。サムライは、いやでも元々は海外のフードファイトとかに挑戦しに行くって言ってたので、いざ準備が整ったなってなったら、ね、あのコロちゃんのおかげで、そうですね、1年間何もできなくて。今年は開けたら2ヶ月に1回か1ヶ月に1回ぐらいでガオをやっていこうかなと。ガオいうふうに考えて、大会がないなら作ればいいと、作ればいいと。で、並んで食べるのも厳しいと思うんで、まあちょっと考えてるのはチームバトル。おー、面白いですね。なんかまあ例えば4対4とかで集まって、先方、地方、中小、大将みたいな順番で、まあ先方同士が戦って、まあ、この個人の勝ち負けではなく、チームのトータルの総重量で勝敗決めるみたいな。例えばですね、ラーメンで鈴木さんチーム4人いて、まあいいですね、吉高チーム4人いて、フードファイターで4対4で、でラーメンで1人持ち時間10分か15分です。おー、交代して、交代です。で10分15分で食べれるだけ食べて1回切って、で次の1人入れ替わって、おどうですか。なんだ、うん、それやりたいなーなんて思ってて。すごいですね。おい、はい、やっ、めちゃめちゃ面白いじゃん。うん、だからチーム戦の方が面白いのかなーなんて思って。うん、大食いって基本ソロプレイだから、チーム戦みんな燃えると思うよ、もしやるとしたら。なかったっすよね、今まで。ない。国別対抗戦もあれだと1試合1試合になっちゃうんですよね、先方、地方と。そうだね、食材毎回違うし、違うし、で、同じ食材でやってたら駅伝みたいな感じですかね。ああ、大食いの大食い駅伝で、それチームどうやってわけ。それすごく考えてて、まあ、オファーもしないといけないんですけど、チームどうしましょうね、なんかあります。まあ、あるあるだけど、男女、あと世代、あと住んでる地域、この辺りは多分いいんじゃない。なんか別に変にバランス取りたいわけじゃないんですよ、どうしても。なんとなくだけど、なんか答え分かっちゃうのもあるじゃないですか。でもわざとらしくも組みたくもないんですけど、まあでも組もうとしても出てくれるかどうかで分かんないですけど、一旦東西とか組みますか。うん、一番分からないってことだ。新旧って難しいなと思って、さじ加減どこから浸透してどこから旧とするのか。一回東西でいきますか。いつやるの。今年新旧開けたら、緊急事態が開けたらやるの。なの移動は全部車で守った、ルールを守った上で現代ね、いや、知事これさ、触れてあげた方がいいと思うんだ。
俺らチームじゃん。おかわりでしょ。ずっと見てるんですよ。別にチームを出してるんですけど。めちゃくちゃ面白かったね。おかわりでしょ。ちなみに、吉高さんと小川さんは付き合いどれぐらいなの？14年ぐらい。おオリンピック3回分すげえ、そりゃその言葉出るわ。ほぼ白米じゃん。まだ言うなよ、今ここ直し中なんだから。ここカットシーンなんだから、もう一回言って。ほぼ白米じゃねえか。いや面白い。いいっすわ、侍ってこう出なくちゃいけない。ここカットしないと。言おう、ふざけてる、ふざけてる。なんか暑いっすね。多いね、あっぱれ。こういうのね、2、3ヶ月やってなかったんですよね。そうなの。こっからだよ、こっから。チェンジ。お、チェンジ入った。バトンタッチ。選手交代ですね。助けて。次誰ですか。ケンちゃん。ケンちゃん。いただきます。なんか初期の頃のコンセプトだったら、侍みたいなワーク着てここで日本食綺麗に食べてたら海外の人とか見るんでしょう。見るね。うん、今度あれやったらいいじゃないですか、梅干し1個でどこまでいけるか。面白いね。面白いですね。あ、もう肉いった、すぐ肉いった。でもこう手つけちゃった場合って全部、そう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 、ルール上うまい。でもまさかこのエクスタシーをまた見る日が来るとは思わなかったな。初めて俺が分布となってきた時に、うん、こちらのこれだったの、この、あ、これエクスタシーなんですね。うん、これエクスタシー、エクスタシースタートなんですね。うん、本当にあのガラガラで運ばれてきてから始まったから、本当に原点回帰、究極に原点回帰。その時どんぐらい食べてたんですか。でもおかずもいってるんですもんね、この時は。うん、でもね、無理し、全然しなくて、すり切りぐらいまで食べたね。でも分けて、みんな、ね、美味しく食べるべきですよね。残りはテイクアウト。テイクアウト、車の中でおにぎり食べる。麻婆豆腐。これ美味しくない、麻婆豆腐。うまい。うまいよね、お米も。おかゆお願いします。早い早い。早っ。何杯ぐらいいけそう。あと2杯いけそう。へえー、結構低いな。思ったより。うん。はい。おかわり、はい、おかわり、おかわり。ベルトしまんねん。そんな食ってないだろ。食って。侍そろそろ2年経つんじゃないですか、初めて。ベトした。え、もう2年過ぎた。ベトした。今チャンネル登録者何人ですか、侍は。侍は3万7000です。3万7000。2年で3万7000人。ここぐらいはあれですね、バズる動画作りたいですね。2年ですから。バズるどこがゴールなんですか。え、100万でしょ、やっぱ。ああ、今トップが70万なんですよ。いいね、ケンスケ。もう一杯ぐらいいけそうでしょ。もう一杯。うん。いたかある。いたかある。これだって。まだ何分ぐらい。7。あ、でも、3あるじゃん。え？いやいやいや。目標決めよ。せめて、ね、会社に持って帰って食べれる量までいけたら。そうです。どう、カメラ回ってても気にしない、食べてる感じだと全然食べれるでしょ。はい、何にも気にしないもん。すごい、すごい上手の。そうなんだよな、やっぱり。うまーい。おい、うまい。うまい。飯がうまいってのはいいね。まだ全然煙出てくるもんな。でもだいぶ減ったな。だいぶ減ってます。交代お願いします。早っ。おっ、え、交代。あ、そうなの。はい、サムライクルー仲悪すぎるから。いただきます。いただきます。いただきます。これも空っぽ。もう使わない。うん、なんか食ってる、なんか食ってる。うまい。あの、マリはサヤプロファンで買ってきたんです、先週に。お届けしたんですけど。うまいね。はい、やるじゃん。あの、食べたいって言ってたんで。
めっちゃいるんだよね。いつもお世話になってるんで、鈴木さんが間違いない。文福飯店に背脂飯店持ってくるって。おーはい、どうもこれお給仕としてのケンスケが問われるよ、これ、うん、マジセンス出るよ。マジでさ、この一杯が名を握ってるよ、はい、今日。いや、これはいいっすよ。おいおい、はい、まあ当たり前ですよ、なんか2杯目でもうまた一杯かななんて言ってたやついたんで。2杯目ってことはないっすよね。2杯いろいろありましたな。うん、ホットドッグいけないの辛いですよね。辛いね。ホットドッグいけないってことはシュプリームにもいけないってことか。結構きつい。楽しかったな。でも個人的にニューヨークより予算やるラスベガスの方が好き。あ、ラスベガスの方が何ですか、花があるんじゃないですか。あるし、なんかこう買い物いっぱいできるし、はいはい、なんかすごくいい。ニューヨークの方があるじゃないですか、アベニュー通りでたくさんあるじゃないですか。でもなんか都会とかしすぎてて、はい、ちょっとあんまり得意じゃない空気が。フライトクラブ行きました。行ってないのよ。だから行こうと思ってたのにもうこれじゃん、うん、そうですね、行かないとね、はい、復活したら。タクシー乗ってね、ブルックリンのシュプリーム行ったりいろんなとこ行って複数ね。でも撮影終わったらすぐ調べてタクシー呼んで本線やるじゃん、はい、独立記念日で生中継されてるわけでしょ、はい、で一応、うん、マットストーンに行って、はい、ジョイ・ジェスナット行って、マックス・鈴木行って、トップ5ぐらいのところで試合したのが中継された次の日、ニューヨーク歩いたらすごかったですよね。結構ね、エマックスみたいな、もうみんな写真撮ってみたいな、すごい結構国民行事まで行かない、もうそれに近い感じで本当にニュースでもガンガン流れるし、はい、っていう海外珍道中ですよ、うん、ね。よし、答え吉田のターンでしょ鈴木さんもそろそろ限界そうだから。俺もう一口も入んねえよ。じゃあケースケ行く。鹿児島も行ってるし。鹿児島って何のことですか。鹿児島はね、サムライミュージアムみたいな、甲冑の川甲冑だっけ、なんだっけ、軽量化された神甲冑ですね、本学校。いやでも本当ね、薩摩仙台のラーメン美味しかった。なんとも言えない豚骨でしたよね。あ、この漬物がすぐ無言でラーメン屋入ると漬物がまずいと、たくあん何をみたいな。ああ、もうラーメンライス系かなみたいなノリなんだけど、別に米は出てこない。それが文化なんだ。へぇー、サムライだって初期静岡じゃないですか。そうだ、うなぎから始まってます。そうだ、うなぎとしらすバーガー。しらすバーガー、うなぎ、しらすバーガー、あとマグロ丼。うん、やったやった、やったっす。で、あとは長野行ってます。白馬村行ってド M ラーメンと温泉つけ麺とそばね。そう、ガジュそばね。ガジュそばっすね。10キロのそばっすよ。バーベキューもやったな。バーベキューやったっすね。トマホークっすね。トマホーク、大雨降ったやつっすよね。バーベキュー撮ろうって言ってたら、最近なんかさ、2年目だからかな、なんかお互いのラインがすごい雑になってきてハゲとかロン毛とかさ、おお分かった、よろしくなみたいなそんなノリでなんかでもなるべくシンプルになったけどねなんかもうそれでお互いのコミュニケーションがあるんですよね。で、お互い文章打つのめんどくせえから大事なことだけはすぐ電話するんですよめんどくさいよね。そう、うん、文章に打つのはちょっとニュアンスが伝わりづらいなって思うだけ電話するけど、 LINE ってその伝えたいと思ったことを伝わるまで楽があるじゃん。電話だとね、あれはないけど、この前鈴木亜美さんとコラボしたら、燃えあずと俺のサムライのやつすげえ似てくれてたよ。へえ、すげえ細かい話まで教えてくれたもん。お、あの人大食いガチです。あ、そうなんですね。ガチなんです。え、サムライでオファー出してもいいですか。え、サムライでオファー出すのダメなんですか。ダミコ。どうなんだろう。そうなんですか。いや、向こうが興味あります。普通に楽しくやりたいなってぐらいです。うん、多分。鈴木亜美さんも一緒だと思う。なんか楽しいっちゃ楽しい。
に侍だったら、まあ、食べるのもいいですけど、鈴木亜美さん対マックス鈴木の大食いクイズとかやったらいい。早押しの。ああ、それ面白いね。で、あの辛い唐辛子何十種類も用意して、勝ったら相手に1個食べるみたいな。それがすげえ辛いところが難しい問題になってる。パネルでどうみたいなやつで、A の20みたいな。そこ開いて問題出てきて、正解したら相手にその唐辛子ぶつけられる。俺今何考えてるか分かんない。今言ったこと全部丸パクリして俺のチャンネルでやる。あげんなよ。いや無理だよ、無理。全部丸パクリするから。というわけでやってまいりました。文福ハンデンさんで気がついたら原点回帰ということでね、トシちゃんはちょっと触れないでおきましょう。3章のご飯久々に言いましたよ僕。エクスタシーに僕が初めてメインチャンネルのマック鈴木 TV で来た時の本当に初の時のと同じご飯が出てきて、でそれに麻婆をかけてというやつだったんですけども、美味しくいただきました。本日はトシちゃんありがとうございました。 ありがとうございました。今回の原点回帰を楽しませていただきました。トシちゃん、ここからちょっと僕も何もできないです。トシちゃんちょっと締めてください、うまく。皆さんこんにちは、文福トシちゃんです。またねーまたねーまたねー。これあのせっかくトシちゃんからいただいたんで、サムライクルーみんなで一人一人飲んでリアクションをしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、酒の水。照明大丈夫ですか。これ別に一気にしなくていいですよね。一気じゃないよね。いきます、いただきます。あ、くせ。おいしい。おいしいですか。アメリカのガムの味がするが、もっともっと釣り具のワームによってる。うわー、わかった。はい、吉坂さん、ごめん。初めて飲んだよな。これ、先に飲んだ方がいい。匂いだけだったら。うわっ。辛さやろ。あの方、え、そうですか。あの方だけです。あの方真顔で美味しいって言ってましたね。これやば匂い。好きだわ、川ちゃん。グビグビ飲んでました、彼は。え、まずいっすか。ドラコちゃんは蹴飛ばすって言ってました、僕ら。なんかね、ドリアンみたいな味がする。匂い、匂い。あ、ドリアン。やべ、振っちゃった。くっせ。泡吹いてる。これやっぱドリアンだね。ドリアンですね。ドリアン。ドリアン。ドリアン。では池の水サイダーを飲んでいきたいと思います。これ本当健介だな。いけなくないっす。総裁の肌。いけなくないのかよ。ということで。ということで。ね、ブンプハンデさんを含めて、あと残り4店舗あるから。行かないでください。D レンジャーの店巡り。はい。よろしくお願いします。D レンジャー。今日はその第一歩ということで。スタンプもらえない。スタンプ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 。あげましょう。皆さんスタンプください。じゃあ次は山梨行きましょうか。戸川さん。戸川さんに。戸川さんからか。オッケー。戸川さん行こう。戸川さん行きましょう。次は戸川さんでお会いしましょう。しんちゃんいぐって、しんちゃんいぐって。はーい。トシちゃんのついでの時間がやってまいりましたよ。どれどれやっちゃいましょうか。龍拳さんごめんね。ありがとうございました。本日の営業はこれをもちまして終了させていただきます。了解了解。はい。またのご来店をお待ち申し上げております。やめてー。ありがとうございました。
もう一回行きますね。どうします？もう一回行きます。もう一回行きますか。はい、もう一回行きますか。はい。はい、またね。ありがとう。